当に私は今渋谷にいます。そしてここにこの生放送の方で捨てハゲさんも渋谷に来ていることが分かっています。だからここで強制的に、捨てハゲさんを見つけて本人の前に会いに行こうという企画です。今から捨てハゲさんを探しに行きます。いいですか、聞いてください。聞いてください。まず皆さんの中で今このライブ放送を見ながら他に、もう一個端末を開いて、動画を再生できる方いらっしゃいませんか。いたらばですね合図してください。そして、捨てハゲさんの、ニコニコ生放送で現在捨てハゲさんは渋谷の中で、なんだっけ渋谷で小銭拾いをやってるんですね。ただ捨てハゲさんが今渋谷の中のどこにいらっしゃるかをそれで、調べてほしいんです。じゃあ早速今渋谷の街に繰り出しますから。あーこのまま僕たちの世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたら雨二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーのでいよう。言葉の目をも見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ雨の止むまさにその切れ場と虹の出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。大学に友達がいない大学ぼっち YouTuber で売っている人って結構 YouTube にいるんですけど、最近新しくまた一人知りまして、最近よく見ております。捨てハゲチャンネルって言うんですね。あのさ、捨てハゲチャンネルって言ってね、どんな人が出てくるのかなと思って見たら、本当に捨てハゲの人が出てきた時、そんな面白いに決まってんじゃん。これはさすがに笑いますよね。でしかもさ、なんでいつも学歴とかそういうの煽るときに泣きそうなんだよと。確かに言ってることは理路整然としてるんですよね。で、あとね、すごい目立つところでね、こなーゆきーとか言ってて、あれもね、私も面白すぎて3回見ちゃいましたよ。それがまさか続きがあってね、ガチムチのアメフト部の人に絡まれる動画、あれも見ましたけど、見てみたらね、本当に陰キャだったんですよ。信じられない。そこで喋っていたときに、ね、映る、なんか、さっきまでのあの自信ありありの喋り方は一体どうしたんだというぐらいに、急にこうテンションがね不思議な感じになってきて、なんこれ陰キャじゃないかと、本当に陰キャだったんだと、このまた笑うしかありません。私はね、はっきり言って YouTube を見ていて、自分より面白い YouTuber というのをこれをね初めて見たんですよ。ただ一つだけ、こう大学生 YouTuber のね、先輩に多分なるのかなと思いますけど、一応言っておきますが、もう分かってるかもしれないけど、学歴関係のネタというのは物議を醸すコンテンツということで、なかなか YouTube ではお金にならない、そういったことになっております。もし今後お金儲けとかいうのを考えるんだったら、学歴の煽りというのはちょっとやめておいた方が無難だなというふうに思いますので、そこのところはいかがでしょうかということでした。昨日かな、昨日スーツっていう、スーツ背広っていうね、しなびた松坂桃李がこのね、ミスター中央大学、この中央大学ね、イケメンランキング1位のこの捨て上げをですね、煽るようなね、動画を出してたんですよ。そうね、本題か。スーツくんね、昨日の動画見て、ちょっと思ったこと話させてもらうと、ちょっと緊張するな。私より面白い人初めて見ましたみたいなこと言ってたけど、さ、おめえ何様だよ、おいちょっとショックだ。何調子持ってんだよ、おめえがね、何おめえが上から目線でこの人はぼっち系 YouTuber の中で一番面白いんじゃないでしょうかとか、てめえ何様だよ、アドバイスじゃないですけど、その学歴関係の動画は本当にお金にならないんで、私からね、ちょっと忠告させていただきますみたいなことを言ってたけど、はふざけんなよてめえ、おい指図すんじゃねえ。家に親がいて、
親がいたから家で動画撮れなくて、わざわざここ鶴見川なんだけど鶴見川のね、そこまで来てわざわざ外で撮ってんのよ。ですけど、あのぼっち系 YouTuber の先輩として言わせていただきますけど、アドバイスですけどみたいな、はい、偉そうに言ってたけど、あの人生の先輩は俺だから、まあまあ確かに人生の先輩は俺だから、確かに、だからおめえは次はおめえがな、俺の方の中央大学で、あ、動画撮りに来いよ。マジか。聞いてください。昨日私捨てハゲチャンネルという、まあ、しょぼい YouTuber 一人でちょっと煽るような動画を撮ったんですけど、もうすぐ顔真っ赤にしてですね、すぐにまた私に対して反論の動画を出してきたというわけでした。まあ、お家になんかママがいて、それでもうそのママにね動画撮ってるところ見られたくないから、だからしょうがないから一人で外の川のところへ出てきて、わざわざ動画撮ってるということなんですね。中央大学に来て、そしてお前今度は動画撮れや、そんなことを言っておりました。ああ、私も中央大学に行ってやるよって、その時はちょっと勢いで行っちゃったんですよ。よく考えたら待てよと、中央大学にね、それで来いやって言われて、そのままついて行ったら、捨てハゲのね、そんなやつの言いなりになるだけじゃないかと。あの捨てハゲとかいう人はね、中央大学に通っているくせに何かにつけて大東文化大学の話ばっかりするんですね。実は中央大学じゃなくて、お前の本当に行ってほしいのはこっちの大学なんだろうということが、私もねもうすでに完全に見透かしておりますので、もう捨てハゲ君がこう愛してやまないこんな大東文化大学の、でその懐かしいでしょ、高坂のキャンパス校舎、それがねここにあります。一体どの辺が人生の先輩なのかなという感じがします。君実際僕よりもいろんなことを経験してるの、どうなのということです。無理に俺を煽るような動画撮っちゃって、そもそも最初の動画で言ってたじゃん、君面白いって。こんなに面白いぼっち YouTuber 今まで見たことがない。私より面白い人初めて見た。はっきり言って YouTube を見ていて自分より面白い YouTuber というのを、これをね初めて見たんですよ。大東文化大学、医学大学、わざわざ行っちゃってね、中央大学よりも大東文化大学距離的にずっと遠いんだよ。もう柔道も捨て上げ柔道だよ。だからさ、自分の気持ちに正直になってさ、やめろよ。千葉のスーツ君の理解者、捨て上げの下が、ここは中央大学の多摩キャンパス。捨て上げさんの口からですね、スーツとか背広とかそういった声が聞こえるようになりますと、もうこれはもうとんでもなく、もう本当になんだこの気持ちはと、本当に私はね今まで誰かに惚れたことがなかったのですが、もしかしたらこれが恋なのかもしれない。もうその日の夜なんて眠れるわけないですよね。捨て上げさんのあの動画ね、何回見たことか分かりません。だって私のことを捨て上げさんがずっと喋ってくれているんですよ。しかもその後捨てハゲさんは私に対しての動画全然投稿してくれませんでした。本当にあの日は悲しかった。でもついに3日目の夕方に出してくれたというわけです。そしてその捨てハゲさんはね、その動画で私を温かく迎えてくれたんですよ。もう自分の気持ちに嘘なんかつく必要はないんだよ、そんな風にね、あの素晴らしい笑顔、あの笑顔を見られただけで私はもう2日間3日間ですか、徹夜でずっと待ち続けたという甲斐があったものでした。で捨てハゲさんはねそこで一言言ってくれたんですよ。君を一番の理解者だから、一番のスーツの理解者、こういう風に言ってくれました。確かにそうなんですよ。私はね、そのまず私よりも捨てハゲさんの方が私のことについてよく分かっていた。私は自分の心に嘘をついて捨てハゲさんをバカにするようなことを言ってしまっているということさえ全然気づきませんでした。私 YouTube あんま好きじゃないんですけど、最近ずっとね、捨てハゲさんとの一連の煽り合いの動画作ってて、本当に毎日が楽しかったです。本当に楽しかった。いや、ありがとうございます。